皆さん、こんにちは。今回は田中義武さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。生キャラメルが大ヒットした花畑牧場の代表取締役で、バラエティ番組などでも活躍したタレントの田中義武さんは、既婚者です。奥様はどんな人で、子供は何人いるのでしょうか。ネット上では自宅がすごいという噂もありました。そこで今回は田中義武さんの私生活について調べてみました。田中義武さんは1991年3月11日にモデルの増沢佳子さんと結婚しました。増沢佳子さんは168センチの長身を生かしてモデルをするだけでなく、北海道夕張市の出身ということでスキーも一級を取得しているそうです。田中義武さんとの結婚後は芸能活動をしていないようで、現在は一般人です。田中義武さんと奥様の出会いは2つ噂されています。一つは1985年に奥様が新成人の集いに出席した時、そこで歌っていたのが田中義武さんだったというものです。もう一つは奥様の実家近くの牧場で田中義武さんがぬいぐるみをかぶってギターを弾く牛のアルバイトをしているのを奥様が見ていたというものでした。挙式・披露宴は札幌市内のホテルアルファ札幌、現ホテル大倉札幌で行われ、160人余りが出席するという大きなものでした。ここで田中義武さんは、義子を絶対に幸せにしますと宣言したそうです。田中義武さんには3人の子供がいます。上札内の子供たちを集めた上札内冒険クラブを花畑牧場に招待した時には、私の子供も上札内小学校に通学していたのですよ、と明かしていました。田中義武さんには、娘さんがいます。しかし、一般人のため情報がありませんでした。田中義武さんに娘がいるというのも、元カントリー娘の里田舞さんが明かしたことで発覚しており、娘さんがモデルやタレント活動をしていたという話はありません。田中義武さんの息子についても一般人のため情報は公表されていません。ネット上では花畑牧場で働いているのではという噂がありますが、確実な証拠はないため、田中義武さんの息子さんがどんな人で何をしているのかは不明です。田中義武さんは1995年に北海道葛西郡中札内村に移住しました。この自宅は土地面積が東京ドームの5倍もあり、その中に巨大な平家が建っているのだそうです。現在は不明ですが、移住した時には子供3人、田中義武さんの両親、奥様の両親と8人暮らしでした。村外れでゴミの収集が来ないので、生ゴミは堆肥にし、生ゴミ以外は自分で集積所に持っていくとのことで、北海道ならではの暮らしをされています。さて、北海道製キャラメルで一躍全国に名を広めた花畑牧場、タレントの田中義武さんが経営する牧場でもあります。そんな花畑牧場でトラブルが相次いでいますが、2022年3月にはベトナム人従業員のストライキを理由に雇い止めを行い、団体交渉を行っています。花畑牧場のイメージが損なわれるようなトラブルですが、理由や原因はパワハラなど経営体質にあると噂されてきました。北海道花畑牧場で働くベトナム人従業員が寮の水道光熱費値上げに抗議しストライキを行ったことに対し、花畑牧場側はベトナム人を雇い止めにしています。ことの経緯としては、花畑牧場で働くベトナム人は給料から寮の水道光熱費毎月7000円を引かれていたところ、2021年10月より一方的に値上げされ、1月には1万5000円とこれまでの2倍の金額になりました。一方的な値上げに抗議するため事実上のストライキを行ったところ、花畑牧場側から元の金額に戻すと連絡がありました。しかし2月に入り、ストライキをしていないベトナム人も含めた40人を3月15日での雇い止めを通告します。さらにはストライキ参加者の4人を出勤停止7日間の懲戒処分とした上で、他の従業員を先導して生産ラインを止めたとそれぞれに50万円計200万円の損害賠償を請求したのです。そのため働くベトナム人を支援する札幌地域労組は花畑牧場に処分撤回を求め団体交渉を申し入れました。牧場側は
水道光熱費は変動する可能性を説明したとのことです。また雇い止めについても自主退職希望や任期満了による契約終了と否定しています。花畑牧場の社長である田中義武氏は、今後は顧問弁護士が団体交渉を行い示談するつもりはないとコメントしました。しかし関係者の取材により、田中義武氏が休業について、こういうやり方はストライキっていうと発言したとされる音声データが残っていたと分かりました。花畑牧場の担当者は、そのような言葉を発した事実はないと否定しています。さらには同年3月14日には田中義武氏の発言を断片的に切り取って情報発信したなどとして、ベトナム人3人を名誉毀損と信用毀損の疑いで告訴もしていると報道されています。かなり泥沼化となってしまった花畑牧場とベトナム人労働者の対立、このような従業員トラブルは何が原因だったのでしょうか。花畑牧場のベトナム人労働者とのトラブルについて調査していくと、花畑牧場と一緒に汚い、クズ、パワハラといった言葉も検索されています。花畑牧場がクズや汚いといった問題に関する情報は得られませんでしたので、従業員トラブルと関係するのか何とも言えません。ですが花畑牧場の社長である田中義武氏の評判が北海道民からは良くないためか、汚い言葉を使う人も中に羽織、クズや汚いという単語が一緒について回っているようです。そして花畑牧場でパワハラ問題があったのかと調査してみると、以前にテレビで花畑牧場が密着されている番組内で社長である田中義武氏が社員の女性を怒鳴りつけるという様子が流れていたというコメントがありました。当時の映像が見つからなかったため、実際にパワハラだったのかの真偽は不明です。ですが一人のコメントだけでなく、複数の人が同じ番組を見てパワハラに感じたというので、かなりグレーに近そうです。実際に花畑牧場では多くのベトナム人労働者によって働き手を賄われていたということを考えると、パワハラ問題も簡単にスルーすることはできなさそうです。花畑牧場で起きたベトナム人労働者とのストライキ騒動は、経営者である田中義武氏が非を認め謝罪をしたことで和解に至りました。田中義武氏はベトナム人労働者3名への損害賠償請求と刑事告訴を取り下げることを約束。そしてこれまでは3月15日で満了したと主張した労働契約は3月15日であったが、本来の契約期間の10月までの給料も解決金として支払うことになりました。これによってベトナム人従業員の求めていた要求が認められ、和解成立となった運びになります。花畑牧場といえば、おいしいは手で作るということ、時間をかけて丁寧にと歌う生キャラメル、職人の技で一粒一粒を手作りで作っていると主張し、12粒でおよそ900円という高級製キャラメルで大ヒットしました。しかし花畑牧場が手作りと歌う生キャラメルですが、1台800万円する回転式万能レンキを導入していたことが元従業員によって暴露されています。以前は6台のコンロが2列、計12台のコンロを使って最大12人で手炊きしていました。そこに今年1月ごろ1台の機械が導入されましてね、高さ140センチほどの機械で800万円くらいだとか。しばらくはその1台を稼働しながら何人かが従来通り銅鎌まで手炊きしていました。当時テレビの取材が数回ありましたが、その時だけは使っていない銅鎌も出してきて全て手炊きしました。3月ごろさらに3台の錬機が導入され、以後手炊きは一切していません。炊き場の担当は、機械導入前は15人程度でしたが、今は少ないと4、5人、10分程度ずらしながら4台全てを稼働させ、スイッチを入れて60から70分で出来上がります。1台が1回転すれば手炊きの6倍の量のキャラメルを作ることができ、4台全て1日8回転させるのが目標ですと暴露されています。機械は広島県の藤井機械製作所製の回転式万能錬機を使用しているとのことで、週刊誌の取材に藤井機械製作所の社長は下記のようにコメントも残しています。花畑牧場は手作りでやっていたんですが、機械でも味は変わらないとのことで、うちの機械を使ってくれています、1台入れてとても良かったからと全部で4台入れてくれました。
確かに銅鍋を使用し、手作業で40分間キャラメルを煮詰めていたのですが、人気に伴い大量生産できるように機械化していたのです。驚くのは、テレビ取材用には昔使っていた銅鍋を取り出し撮影していたとのこと。また元従業員の方の話によると、機械と手作りでは全く味が違うともコメントされています。そんな花畑牧場の評判を調べてみました。花畑牧場の生キャラメル、味が変わってめっちゃ美味しいわけではないよねってなったよね。手作りでなくなったためか、もともと花畑牧場の生キャラメルが好きではないのか、あまり美味しくなかったという声も聞かれました。ですが、北海道産の美味しい素材を使った生キャラメルなので、花畑牧場の生キャラメルは美味しいという人も多くいます。いかがだったでしょうか。今回は田中義武さんの私生活や牧場経営について見てきました。田中義武さんの奥様や子供は一般人のため、情報はほとんどありませんでしたが、北海道で牧場経営をしている田中義武さんを陰で支えているのだと思います。そんな中、田中義武さんが以前、日本テレビ系ダウンタウンデラックスに出演しました。2009年に経営する花畑牧場の生キャラメルが爆発的ヒットした後に、短期で店舗を一気に閉店したことで死亡説が流れたと明かしたことがありました。番組で田中義武さんは当時を、短期間でやるならドッカンドッカン店作っちゃえと原宿や銀座などに出店し、1ヶ月の店の家賃だけで3000万円だったと明かしました。ブームが終わることも見越して、店は2年契約にして一気に閉店したと説明したのですが、そっから大変でしたね、死亡説と苦笑していました。何か変化が起こると、田中義武さんをよく知るファンや視聴者は不安になってあらぬ憶測に飛びつくのでしょう。芸能人というのはなかなか難しいものです。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。